はい、417回始めます。11月3日です。NHK ニュースからですね、介護保険制度の改正に向けて今日から本格的、議論がスタートということで、厚生労働省、NHK ニュースですね、今日からというのは10月31日のニュースなんですけども、急速な高齢化で介護が必要な高齢者が今年3月末時点で、690万人と年々増え続けていて、これに伴って介護にかかる費用の、今年度の総額、予算ベースで 13.3 兆円と介護保険制度が始まった2000年と比べて3倍以上に膨らんでいると、今後も増加が続く見通しですということで、介護保険制度見直し、改正、に向け議論がスタートということで、介護サービスを受けた際の自己負担の引き上げなどですね、これが、自己負担の比率、ここでしょうね、一番はね、制度を維持継続していくため、厚生労働省は31日から、専門家による部会で、制度の見直しについて本格的な議論を始めることにしていますと、部会では65歳以上の高齢者が支払う介護保険料について一定以上の所得がある、高齢者は引き上げ、所得が一定以下の高齢者は引き下げることで、支払い能力に応じた負担の見直しを進めることや、原則1割、所得に応じて2割または3割の負担となる、介護サービスを受けた際の自己負担の引き上げなどについて議論が行われるということで、ただ自己負担の引き上げって言っても、これそれだけでは落ち着くのかなっていうぐらいのペースで増えてますんで、結局税金投入、税金で賄うみたいな形にもなるんでしょうけど、ただね、所得の多い人、所得の多い高齢者いますからね、いろんな不労所得っていうのかな、不動産とか持ってる方のね、人とか、そういう人からはやっぱりそれなりの所得に応じた負担、所得に応じて2割とか3割とかの自己負担求めるのは当たり前だと思う。なんなら4割とか5割でもいいですよ、ぐらいにしても全然問題ないかな。それぐらいじゃないと落ち着かないですよ。なんせ 13.3 兆円ですから、介護、必要な予算ベースで、ということで、これはね、高齢者施設で働く身としては、身としてはっていうわけじゃないですけど、何せもう本当にニッチもサッチも高齢者だらけですんで、これ2000年、今2022年ですけど、2000年から比べてもうすでに3倍以上、介護保険スタート当時に比べて3倍以上に額膨らんでて、今後も4倍、5倍といきますからね、これを介護保険単独で賄うっていうのはちょっと難しいと思うんで、結局は税金とかで、穴埋めすることになると思うんですけども、やっぱり余裕のある高齢者いますんでね、土地不動産持ってたり、または預貯金たくさんある人とかね、からは取っていいと思いますよ、結局のところ、現役世代に本当に負担強いるんじゃなくて、もう本当に裕福な高齢者いますんで、そこから全然ね、負担率上げたってそうそう問題にはならないと思うんでね、何せ改正しないところ持たないですよ、介護保険が、ということで、これから介護保険制度、改正に向けて今日からスタートということで、当たり前のニュースだなということで取り上げてみました。どうなるか、ちょっと抜本的なね、私は抜本的な改正必要だと思ってるんですけど、こんなね、一部、1割のところ2割に増やしたり、2割のところ3割に増やすぐらいよりも、もっと抜本的な、改正というのは必要だと私は思いますけども、将来に向けてもね、何度も改正するんじゃなくて、と思います。
417回終わりにしたいと思います。すいません、こんな話で。チャンネル登録お待ちしてます。ありがとうございます。